本日岡山県へ発令されている緊急事態宣言が延長されることとなります。これに伴い岡山市では市有施設の臨時休館や市主催事業の開催制限の期間を延長します。岡山市ではこれまでの感染防止対策の取り組みにより一を切ると感染が縮小に向かうとされる実効再生産数はピークの 1.93 から本日は 0.61 となっており、実効新規の感染者数は減少傾向にあります。感染拡大防止の取り組みにご理解とご協力をいただいた市民また事業者の皆様、医療現場で懸命の尽力をいただいております関係者の皆様にはこの場をお借りして御礼を申し上げます。しかし減少傾向とはいえ、直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数は 38.6 人とステージ4の指標25人よりもはるかに高く、予断を許さない状況が続いています。市民の皆様には感染を再び拡大させないためにも不要不急の外出をできるだけ控えるとともに、密閉、密集、密接の回避、マスクの着用、手洗いなど今一度危機意識を高め、基本的な感染防止対策を徹底していただきますようお願いいたします。共にこの難局を乗り越えていきましょう。